EMU400 型電車は、1990年11月10日に営業運転を開始した台湾鉄路管理局の交流電車。1980年代末の大鉄通勤車は、客車であり、老朽化も進んでいたため、乗降、所要時間短縮、客室サービス工場を目的に、南アフリカのユニオンキャリッジワゴンで製造された48両が、投入された。 試運転時にはパンタグラフが上がらなくなるなどトラブルもあったが1990年11月9日の試乗会を経て翌日に営業運転を開始した列車種別は通勤電車で登場し近年は区間車として運用していた EMU800 型の増備に伴い2013年より置き換えが開始され 2014年7月にはわずかに編成8両のみが使用される状況となった。この2編成も2015年2月末で検査期限を迎えたために旧車となり3月に運用を終了した。同じユニオン車が製造した EMU200 型がベースになっている。当時の大鉄普通車から車内居住性が格段に向上し旅客からの評判も良かったため、 その後、通勤電車のベースとして、新型形式の投入が進んでいくことになる。ありがとうございます。